はい、皆さんこんにちは、のべです。信長の野望大使やっていきますでしょう。さあ、前回は北条家に戦を仕掛けました。ところが北条家に戦を仕掛けたことによって武田家そして今川家とも戦争することになってしまいました。で、現在今川家そして武田家とは講和が済んでいまして、今は北条を追い詰めているところです。よっしゃ、やっていくぞ。さあ、その前にまず歩兵の方をねしっかりやっていこう。ちょっとね、向こうは質がね非常に高いので、農兵だけでもめっちゃ増やしておこう。さあ、これをちょっとコツコツやっていきましょう時間がかかるけどね。さあ、今度は北条家、武田家、そして今川家の周りに準剣所や防塁を置きまくっていきましょう。そうだな、この辺とか置きたいけどな。この辺狙ってるもんね。それか、ここだったらなんとか大丈夫そうだと思うんだけど、どうかな。じゃあ、とりあえず防塁1個置いて、で、この辺も攻めてくるかもね。さっき確かこの辺攻められそうだったよね。じゃあ、この辺に、じゃあ1個置いておこう。かしこまりました。はい、じゃあ、こっちにも1個置いておこうか。はい。はいよ。かしこまった。さあ、なんとかこの岩付城を守らないといけないとなんですけども、どうしようかな。はい、なんとか、じゃあ全速で守りに行ってください。じゃあ、はい。伊達政宗じゃなくて春宗か。もう、はい、こっち向かってください。さあ、どんな動きになりますかね。行きましょう。はい、ドン。さあ、どうだ。まずここか。シギナさんとワイラの感じはいけません。まあ、じゃあ、直接決戦様式を取って、カットしましょうか。はい。ここは、はい、藤岡の戦い。足南森内 VS 長尾正影。おお、もう兵数圧倒的だね。よーし、よしよし。よーし、めっちゃ綺麗に勝てた。よーし、よしよし。全滅でございます。さあ、これで北条戦が相当楽になればいいんだけど、勝たねば生きる道はなし。まだまだ舞台そうだな、北条家も。それが乱世よ。どんだけ兵いるんだろうな。さあ、なんとか岩槻城、はい、取り戻さないと。かたじけない。さあ、もうちょっと待ってて、間に合うかな。じゃあこっちの伊達春宗さんは、じゃあこっち、うん、ここならよし、大丈夫だね。出陣する。さあ、どうでしょうか。行ってみよう。さあ、岩槻城つくえで、古賀御所、古賀御所はじゃあ強行72日、うん、頑張って。で、こっち、戦場始まく勝敗の行方は分かりません。じゃあ直接決戦戦の指揮を取る。行くぜ。さあ、岩槻を救え、足縄森内 VS 北条氏康、頑張ろう。さあ、行ってみましょう。はい、開戦、岩槻の戦い。さあ、どうだ。まず私はうずめびうずめびでサクサクで、こっち奈落で金でございます。で、向こうは金と鳥と陣か。多分罠相当あるんじゃないかなと思うな。なので、うずめびかかるように行こうぜ。こうしてやれば、はい、みんな下に行くよね。はい、こういう楽なコマンドも覚えていかないと。さあ、まずこの辺のうずめびにかかってほしいけど、どう。さあ、まず大部隊がかかってくれると嬉しいんだけど、どうでしょう。さあ、どうだ。まずかかった、いいね。大きい舞台がかかった。で、次はこっちだ。かかれー、かかってほしい。じゃあ、この辺から攻めていこう。はい、さあ、うまい、来なさい。じゃあ、そろそろ行きましょう、私たちも。はい、覚悟しろ。行くぞ。はい、で、この辺かかって、かかれかかれない。よしよし、いいぞいいぞ。入った、いいのが入ったぞ。で、スピードがちょっと速い。で、こうして、こうして、始めよ。で、こう。で、采配やりましょうか。はい、哀れな弱き者に。よし、行ってらっしゃい。はい、さあ、まず強撃。はい、さあ、行こうぜ。で、沼がありましたか。下がろう、下がろう、下がろう。はい、ちょっと行き過ぎ、行き過ぎ行き過ぎだよ。下がって、下がって、ね、じゃあこっち始めよ。じゃあこっち。はい、容赦せぬぞ。戦力的にはそんなに問題はなさそうなんだけど、どうかな。で、ちょっとこれは下がりすぎか。じゃあこっち覚悟せよ。で、何部隊かはちょっと壊滅するかもね、私。投げ払え。さあ、どうじゃ。ごめんね。じゃあ、ここ行こう。始めよ。
人の目線。着て崩し。戦の仕方。で、ここを挙撃できたらいいな。ねえ、はい、今ぞ攻め込む。そこにも沼があったの。はい、じゃあ始め。細川藤高さん、下がって。じゃあもう、ああ、宇治安がいた。はい。宇治安の舞台も、私たち同じぐらいっていうか。敵のいいところ、知れました。さあ、どうだ。もうそこにも沼がある。沼だらけじゃねえか、もう。現地、始めよう。現地。じゃあこうして、で、こうして。始めよう。で、こうしよう。してくれ。で、この辺はどうだ。まあ、ここは任せるか。みんなの力を信じる。容赦せんぞ。ちょっと六角さん下がろう。ねえ、はい、覚悟せよ。心してかかれ。始めよう。で、沼にかかってる人は、こう言って、じゃあここ。かかれ。られた結果だ。ちょっと、あれだね。ああ、やっぱ回想した。見るのが遅かった。ああ、で、回想してる。まずいまずい。作って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 。で、一部隊壊滅、向こう。じゃあこう行こう。向こうもだいぶ壊滅しかかってる。始めるぞ。始めるぞ。で、この辺で馬を動かせれれば。うん、いける、結構いける。うん、頑張れ。うん。三ヶ島翔太は、ちょっと効果ないな。ちょっとこの辺守ってこう。で、こうかな。投げ払え。あ、で、ちょっと待った。はいはい。しまった。肝心の、アシナさんの指揮もやばかった。で、今現在、あ、やっぱアシナさんも、壊滅しちゃってる。まさか破れるとは。やばい、指揮がすげえな。で、先制復帰。じゃあこっちの人たち滅ぼしてもらおう。で、18の人がやばいな。下がろう。できれば六角さんこっちに向かわせたいけどな。じゃあこっち、はい、もう六角さんも潰すか。で、伊達種宗さんも、はい、戻ったみたいだね。はい、仕方ねえ。で、回想してる。引くか。しまった。で、壊滅して、で、次はこっちか。おー、なんか総崩れみたいな感じだな。大丈夫？はい、じゃあこっちの種宗さんもつけよう。はい、なんでこんな指揮がなんかあれなの。教えて。ねえ、始めよう。まさか。あー、やられたか。よりとい。で、一舞台潰して次こっちを。はい、どうなってる今。大丈夫。よし、引きましょう。で、始めよう。やりたい。前へ。さあ、どう？で、こっち向かってってるな、これ。やりたい。前へ。で、仕方ない。ああ、壊滅した。カズマスさん。ここは、ちょっとやめとこ。うん。下手に動くのやめよう。はい。覚悟せよ。やりたい。で、こうして、こうして。で、始めるぞ。あー、で、私の舞台六角さんがやられたか。で、こうなって、で、種宗さんこういって、はい、采配。さあ、みんなで潰すぞ。北条宇治康、オッケー。よしボロボロだけど、もうほんとボロボロ。さあ、こっからどうなるかな。芦名さん大活躍だね。勝てば生きる道はなし、それが乱世よ。よし、で、これで宇治安の、領土がボロボロになってくれればいいんだけど。で、次は5万が集まってるな。5万はどこに来るの？こっちか。ってなると勝ち目ないな。そうだな。ただこの辺で待機するしかないか。はい。で、次は目標はじゃあ、そうだな。ここにしましょうか。はい。出陣しよう。さあ、そしてまああとは成り行き任せるか。はいよ。みんなのもの。さあ、来るね。俺に続け。うん、大義名分。また戦意を回復してる。で、こっちはね、はい、山子家と山田家が戦になった。まあこれ山田家を応援しましょう。頑張ってね。手を貸してやろう。はい、城と兵を貸してくれか。ちょっときついな。まあでも貸すしかないか。まあ今川家がね、
攻めてくるかもしれないから、じゃあこんだけ安いなはい、じゃあ4000だけ貸してあげる。じゃあね、じゃあ鉄砲400でいいや。片付けない。さあこっちはどうなる。で5番が攻めてきてるよ。大丈夫、いざ参る。大丈夫かな。なんか手出さなくていい。あーダメだ、ここ無理だなまあここも無理だ。ここも無理。どこどこどこだったら大丈夫。またこっち行こうか。はい、ギョンジョ、はい、さあどうなる。でこっちも来てるな。47000、大丈夫こっち。出るぞ。あーきっついな。どうなってるんだ今。さあここ、戦場集まる空勝敗の行方は分かりません。じゃあ直接決戦の勝を取る、行こう。さあどうなるかな、もうくちゃくちゃになってるからなはい、かけたきかけバーサス、まさき時忠、兵数は私たちの方が圧倒的上。じゃあカットしましょうか。はい、さあ壊滅しました。オッケーオッケー、今回も全滅しました。やったー。ちょっとボロボロな部隊もあるけど、よう頑張った。次なる戦も必ずや。さあ向こうの3万の部隊を撃破したぞ。まだまだ北条の兵はいるか。どんな系いるんだ。じゃあこれでこの人、はい、東洋、はい、この人はまあ逃がしてあげようか。はい、さあ祇園城落ちたんじゃない。よーし落ちた、やっと1個取れた。やったやった、よし、この1個はでかいな。さあ次はどこ行きましょうかね。どこも苦しいなじゃあ次は芦名さんの舞台にも来てもらいましょうか。ちょっと数はきついけど、まあこれでなんとかやっていこう。こうしてこれで15800か、全然増えてないじゃあこれで18000か。まあなんとかいけるんじゃないかな。まだまだいるな。あとこの辺にもいるしな。さあどうだ。さあここ勝敗がいかんことか、再配者了解。さあちょっと私たちの兵が少ないけど、なんとかこれで勝たないと、ここの今伊達さんの舞台がちょっとやばいよね。さあ行ってみましょう。はい、凱旋館林の戦い、後に続け。さあ今回私はうずめびうずめびうずめび、そしてサクサク金で、向こうはドラダイ金金でチンか、なるほど。で今回私たち鉄砲隊がだいぶ多いので、なるべくサクを有効的に使っていきましょうか。始めるぞ。さあ有効的と言いつつ、有効的に動けるかな。あーで今雨が降ってるから鉄砲使えねえんだよな。また雨かよう雨降るわ。さあなるべく始めるぞ。罠にかかるようにこっち行こう。とかしよう。はい、始めるぞ。命令してくれ。ごめん、とかしてとかして、始めるぞ。はい、とかよー。ゲチ、まあこの辺のウズメビはまあ入ったらラッキーみたいな感じで掴みましたぞ。でまず3500、ご命令。でこうして始めるぞ。ご命令。じゃあまずここの3500に一斉射撃。覚悟せよ。ご命令を。はい、鉄砲始めるぞ。入るか、早速入る。覚悟してもらう。なぜ入らないなぜ入らない。抱き様かかれ。なぜだ。ご命令を。覚悟しておけ。下がりなさい。はが入りすぎている。うわーかかんねえ、なぜさあ行こう。なるべく総大将を狙っていきたいんだけど。はい、ゲチ、こいや、覚悟せよ。いや、こいこ。ちょっと入りすぎて。始めるぜ。はい、始めるぞ。さあ、じゃあ私たちも行こう。はい、始めよ。こいこ、はい、こいこ、始めるぞ。うわー、もう見事にかかんなかったなんでこんな見事にかかんないの。でこっちに3000の北条氏康。でこうして、じゃあこっち行こう。じゃあ私たちはこっち、はい。で全部に一部隊かかったか、やっとか。でまだまだ私たちの方が不利だよ。じゃあこうしよう。はい、さあ鬼サコンで、はい、みんな攻撃力バック上げ。さあここ始めるぞ。でちょっと本庄さんの舞台がやばい。ご命令。ここ、はい、
どうしようか。我が命に従え。さあ突っ込め。攻めろ。他の部隊を頑張ってね。やりたい。この部隊潰すか。ねえ、島佐孝さんがやばいな。始めるぞ。下がれ下がれ。やりたい。はい。さあちょっときついよ。やりたい。ダメか。貴様が望むはこの刃か。さあ、こう潰せるかな。ねえ、一部隊壊滅。じゃあ、2点、エチゴ2点、はい。で、鉄砲、はい。覚悟しておけ。こう行って。で、一部隊壊滅、任せました。頑張って。はい。じゃあ、一番差を飛ぶぞ。はい。決め立てよ。止めれよ。鉄砲、はい。覚悟しておけ。さあ頑張って頑張って。やりたい。くっそー、はい、早い。馬だからか。切り替え。で、狂撃入ってるって気をつけて。くっそ、ダメだ、攻めれない。で、こっち行くしかない。この人を潰そう。で、壊滅した。くっそー。止めれよ。で、テンポ、はい。覚悟しておけ。で、私たちが圧倒的に不利だな、今。あとは、そうだな。始めよ。こうしよう。始めるぞ。作詞、はい。敵を制すは、我が軍略よ。撃ち。攻め立て、命を縛る。撃ちやせ、撃ちまさ。じゃあ、じゃあこっち来よう。はい。覚悟せよ。うまく罠にかかればよかったんだけどな。で、あとここ。まあ、こうして。で、こっち来てもらおうか。はい。皆の者、いければ。恐れるでないぞ。覚悟しておけ。ご命令を。はい。走るぞ。ご命令を。さあ、とりあえず。切り込め。こうして、はいはいはい。で、ご命令。さあ、ここ。始めよ。で、こうしようか。はい。元気なの誰？あー、そこに、1500円が書いてあるのね。じゃあ、まあ、そこはもう持ってっていいや。ここどうする？結構きついよ。で、こうして、はい。切り込め！あー、くそ、雨降っちまった。ご命令を。じゃあ、ここ。覚悟せよ。ゲチ。で、ここ。覚悟せよ。切り込め！頑張って、頑張って。ダメだ、ごめん。攻め立てよ。あー、くそー、北条やられた。死人がいなければいいんだけど。士気が逆転してもうた。大丈夫か、みんな無事でいてね。お味方が捕らえられました。そうなの。お味方が討ち死にしました。あー、そうなんだ。そうか。で、とりあえずこっちには6000しかいないか。まあなんとかここだったら戦えるでしょ。行くぜ。まあ大丈夫です。じゃあ次は3万3000を送ろう。3万3000。ここだったらなんとか戦えるはず。どこがいいかな。じゃあここ。はい。進め。で、やっと長尾影虎さんが到着。で、長尾影虎さんのとこにも行こうとしてるよ。こう6000が。で、こっちには5万。また5万が集まってんの。すげえな。どんだけいるんだ。じゃあ。で、こっちが1万になったか。で、また5万と戦っちゃうわ。さあ、とりあえずこれで行ってみましょうか。はい。さあ、どうだ。はい、沼田城到着。沼田城は方位89日か。かかるな。はいよ。頑張って。で、簡易か。簡易は、ちょっとごめん。今は、買えない。さあ、これどういう感じになるかな。で、古賀御所、やっと落とした。やっと2つ目だ。もう何回戦争してんだろう。めっちゃ強い。で、捕獲した3人、まあ逃がしてあげるか。苦しい戦い続く。で、次はじゃあこっちか。あー、でも兵数上限めっちゃ厳しいな。もうどこだったらいいのこれな。やばいな。じゃあ、春上さん、次、じゃあ、江戸城行きましょうか。進め。ここだったら、なんとか、戦えそう。あー、で、また3万集まってるし、もう何なの
なんなんこれ。出るぞ。そうだな。じゃあこっち行くか。進め。でこれだとどうなるかな。はい。で元桜城到着。ここが。ここは標高43日。早いね。で今川家と三好家。あ、三好家頑張って。もうめっちゃ頑張ってくれ。あーで、へい、はい。頑張って。で、次はここだな。行くぜ。まあ、ここで戦うしかないか。ちょっと戦場上限厳しいけど。こんな戦いばっかだな、北条家。待つとしようか。さあ、沼田に北条氏政の、6100、到着。まあ、これは楽勝でしょう。じゃあ、シギナサーとワラモン勝ちは揺がないので、じゃあ、指揮を取りつつカットしよう。さあ、内政。よーし、潰した、潰した。全滅とはいかないまでも。うん。まあ、いいでしょう。まあ、勝って当然だよね。さすが、長尾影虎さん。剣心やるね。よし、指揮は戻った。盛り返したぞ。さあ、こっから、沼田はどんぐらいで落とせる後。沼田69日まだそんなかかるの。さあここで一回様子を見てみよう。皆の者、ウルジアス中くれ。大義名分か。もうくっちゃくちゃになってるか分かんないんだよねこの辺。敵が我が領内に向かっております。そこか。4万4000できるよ。じゃあどうする。ってなるとどうするかな。また出るぞ。こうか。こうするしかないよね。はい。出陣するぞ。で、次は伊達政宗さんが、いざ参る。こっちで守るしかないか。はいよ。受け止める。出陣する。で、次はこっちだな。さあ、早く集結して。で、36100、到着。あー、やるしかないのか、細川藤坂さんが。ってなると、ここ、ダメだね。はい。やるしかない。で、次はじゃあ、はい、ここだな。行くとするか。まあ、こうするしかないよね。はい。進め。はい。で、はい、戦にするしかないよね。はい、じゃあ、勝敗外科のことが再配次第。よーし、やりましょう。さあ、この辺を潰していこう。はい、元桜の戦い。鬼には下げさえば刺す北条辻高。まあ、兵数は圧倒的に私たちが上だからカットします。行くぞ。よーし、OK、壊滅。よしよし、さすが鬼庭さん。ようやったようやった。もう全然北条の兵が減らないね。まだまだ武田からも援軍もらってるらしいな、今川家は。士気も全然減ってないしさ。おー、苦しい。さあ、で、4人を捕獲して、はい。じゃあ、4人とも逃がしてあげる。片付けない。じゃあ、元桜城、はい。引き続き攻めるぞ。はい。進め。さあ、どう？はい、元桜城到着。じゃあ強行24日頑張ってね。さあどうなるかな。で、今こそおだけを打っとくぞ。これを機に攻めを押すんだ。また包囲網。もうやだ。もうくそ、今川と武田が参戦してきやがった。さあ今回はここまでしましょうか。まあ、なんとか北条の領土を切り取ったかな、何個か。だけどここだね、包囲網がまた包囲網を私に対処しないといけないわけですな。よし、頑張っていきましょう。はい、ただ今回はここで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価お願いします。でした。ハロー。